漫画新連載研究会新刊レビュー班。はい、はい、もう一回言いますね。この番組は漫画新連載研究会の活動の一環で毎週1本新刊を選んで考察し、はい、配信していく番組です。はい、鏡京介です。後藤です。さあ、今回の作品は何ですか？はい、杉並討伐公務員ジャンププラスですね。はい、原作ハルハルアロビンソン先生、作画が佐藤祐樹先生、そしてキャラクターデザイン協力で斉藤直樹先生という方が関わっていらっしゃるんです。すごい、名前3つ入ってるの珍しいですね。ラノベだったらね、まずその、ラノベになる段階で、まあ、イラストを作るんで、そこでキャラクター原案ということで、それがコミカライズされたら、クレジットされるってことあるんですけど、これよくわかんないですね。ちょっと特殊な作りなんですかね。よし、はい。どんな作品でしたか？ですね、なんか、街中に、普通にニョキニョキっと穴の中、洞窟の入り口が生えて、で、異世界に通じているという世界観の作品で、で、中にはモンスターがいると。で、公務員たちがモンスターを討伐に行ったり、世界で採掘を行ったりしているという、そういう世界観の中で、新人でやる気があって、ヒーローになりたいぜ、公務員にもなりたいぜっていう男の子が、ちょっとやる気のない先輩と一緒に、頑張るぞっていう、そんな感じです。そんな感じです。トドちゃんのおすすめコメントを読んでみましょう。ダンジョンを舞台にまっすぐな新人、夕凪の主人公的な活躍を無気力な先輩、ヨナが視点で描くことで、主人公を含めた王道的世界観へ突っ込みが入れられる構造となっており、ゲームや少年漫画好き読者なら作品を目立った気に楽しめる構造となっているのがユニーク。作画の佐藤先生の画力も高く、夕凪とヨナのバディ感もあり、男女ともに手を取りやすい作品となっている。ということです。そうですね、このやる気のない先輩が一般人目線のキャラ、そうしてね、やる気のない人が一般人目線って面白いですね。でもそういうもんなのかな。主人公はね、なんかまっすぐで結構情熱的なんで、そうでもやる気ないけど強いんですよ。先輩ね、強い先輩はね、いやでもバディモノって書いてあったんですけど、僕ね、これバディモノが好きなスタッフさんがちょっと読んでくれたんだけど、でもやっぱバディモノの金銭に触れる感じではなかったっぽいよ。なんかバディモノって、まあ多分いろんなバディモノがあるんだと思うんですけど、一部としてあるのは、多分そのお互いがもう認められないのだと。あいつが気になってしょうがねえ。何なんだろう。と自分の価値観に合わなかったりとか、そういう心揺さぶられるもの同士というわけではないよね、と言ってて。なんかもうちょっとどっちかというとキャラクターを可愛く楽しむ萌え寄りのバディモノなんじゃないかってことだったけど、どう思います？まあバディモノはバディモノなんですね。まあ二人いるからね。確かにそうかもなと思って、なんか主人公のなんだろうな、ヒーロー像っていうのが若干違うんだけど、でもなんかね、先輩は割とも早めに彼のことを認め始めているので、だからもうそういうところでやっぱりこの後輩くんの彼を可愛く見守るという視点が主なんじゃないかなと思いました。あんまりもう1話ぐらいでしか衝突はしてないですよね。摩擦はないですよね。なんかそこら辺のストレスのなさとかも現代っぽいな、みたいな。まあね、あんまりね、ギスギスされてもね。憎くて許せねえんだよ。そんなバディモンってありますっけ？どうなんだろうね、わからない。なんかこだわってしまう、執着してしまうという意味で結構あるんじゃないかな。なんかほらこの前のさ、バララッシュとかもあれね、その後収録の後聞いたのが、あれバディモンっぽい、お互いに執着して仕方ない、あ、片方だけか。目線キャラがそのあいつに執着して仕方ないのだという、あの気持ちだよね。そういうものがある作品がやっぱりあるよね。なるほど、確かにあれはバディモノって感じがしますね。いやでもそうなんですよ。だからすごくライトになってて読みやすいんだろうなと思ってて、僕はこれすごい感心したのが、このモンスターというものとかダンジョン討伐というもの、ダンジョンに入っていくとかっていうのって、やっぱりあるそれなりにニッチなんじゃないかなと思ってて。そんなことない？いや、そうかもしれないなっていうか、やっぱりモンスターと剣と魔法の力で倒すんだっていう物語って、多分ジャンプみたいな広いシェアを持ってるところでやろうとすると、そのニッチすぎる、それ好きな人だけ好きなやつなんだよねみたいなことって言われかねないなって思っていて、でそれをですね、間口を広めるために、こういう形をとっているっていうのは、
すごくセンス、やっぱすごいセンスあるなと思ってて。え、どういうこと？それは、現代社会で公務員かって話？そうそう、そこら辺の、ちょっと、本当は多分そのモンスター退治とか、その剣と、そういう剣でモンスターに挑んでとか、魔法あまり今回は出てこないけど、っていうことの楽しさがすごい好きな人じゃなくても、ちゃんと、その面白さにこう引っ張っていくというか、入り口としてね。そういうところにはちょうどいい作品なんじゃないかなと思って。クレーマーは？確かに。そうなんだよな。なんか、このライト感がいいのかなと思っていて。まあ、クレーマーはね、月刊ジャンプですからね、もともと。確かに、現代のジャンププラス。クレーマーはそうだよな。どうなんですかね。ジャンプだとあるでも、なんか少し、なんだろうな、ゲームチックだと思うんだよな。いや、ジャンプはいっぱいありますよ。あるか。うん。これは逆に公務員で、フックじゃないですか。まあ、つまり、一般的に少年漫画として面白くない公務員っていうのを入れて、フックにして、かつ面白くするために、まあ、冒頭のおばあちゃんのセリフ、はいはいはい、なんか強さの秘密は安定した収入っていうので、これで、その、なんていうかな、マイナス面をすごい頑張ってクリアしたなって感じがしますけどね。そうね、そうね。間口を広げたというよりは、タイトルでみんなを引っ張りつつ、気になるけど面白い本当にっていうのを、まあ、冒頭で解決したっていう、まあ、ある種のテクニックではあって、ちょっと後藤先生が言うのは違うかなと思うな。なんかどうなんだろうな、クレイモアとかみたいな重厚なファンタジーだったら逆に興味はあるような気もしちゃうんだよな。それとは別で、なんでなんだろう、このモンスター退治、ダンジョン退治っていう作品をそのままできない感じはなんかしちゃうんですよね。いや、ありますよ、ジャンプある。最近ちょっと僕あんま読んでないんですけど、やっぱなんかダンジョンに行くみたいな、はいはいはい、泥棒がダンジョンに行くみたいな、そういう漫画はちょこちょこありますよ。大体打ち切れですけども。そうか、あるはあるのか、続かないっていうこと、なんか受け入れられるのに一工夫いるような気はしちゃうんだよな、気のせいかな。まあ僕もね、ダンジョン探検やってたんで、なんていうか、毎回同じようなことになりかねないってのありますよね。この漫画でもやっぱ最後は、政府の偉い人みたいなのが、政府じゃないか、民間企業だけど、まあ、偉い人が来て、出てきて、ちょっと悪いやつでみたいな感じで、対人間の構図になっていくんですよね。でも、僕のようなダンジョンを探検したい人間からすると、ダンジョンを探検しろと。人間同士で戦ってんじゃねえと言いたい気がするが、しかし、作り手側からすると、毎回ダンジョンばっかり行ってていいのだろうかという気持ちになる。ね、うん、いや、やっぱダンジョンの魅力って伝えにくいんですかね。分かんない。狭い、いや、だから狭いんじゃないかなと思っちゃって、その魅力にしびれる人が、まあそうかもね。そうかもね。残念ながらそんなことないかな。なのでまあね、でもダンジョン探検楽しいんだぞと、きっとこの後なっていくかもしれないし。東大さんどうですか。何今来たばっかりの東西さん。推薦の補足の理由が何かあるかなと思って。ああ、そうですね。僕はこれぐらいの温度感の方がヒットするだろうなって思ったよね。ほら、出たじゃん。それがすごく気になってきました。ね、センスいいよね。センスいいと思います。そうですね。あまりマニアックすぎない感じ。さて、じゃあ、そうそう、特設モードでいきましょうか。これね、良くも悪くもね、ジャンプっぽいなって感じで、大事なとこがすげえよくできてて、はいはいはい、そこ以外はね、無視してるんですよね。おー、あ、どういうこと？大事なとこがよくできてる。まあ、例えば、キャラクターの作り方とか、同期面とか、はいはい、導入のね、フックの作り方とか、ここは絶対大事だぞって編集がいいところをもうしっかり作り込んでて、ほんとジャンプらしい。そして、僕たちのようなですね、マニアックな読者はですね、いやいや、軽視していらっしゃる。じゃあもう作り込んでほしいんだ。じゃなくてね、どこの部分作り込んでほしいじゃなくて、1話の一番大事なとこあるじゃん、はい、おばあちゃんが、はいはいはい、ガンなんて言って、それ見て先輩がちょっと心動かされてみたいな、あ、そこで4回か5回読み返したんですけど、よくわかんない。あ、これね、雰囲気で読むと、
スッといけるんだけど、うんうん、俺みたいに論理を一個一個って読んでるとよくわからないんですよ。あ、俺が5回読んで、うん、ピンとこなかったんで、これはうまくできてないです。おでもジャンプは多分ね、気にしない、そういうの。なるほどね。さっと読んだらいい話だから、多分ね、作者の中ではちゃんと論理通ってるんだと思うけど、うん、はいはいはい、まあ伝わってない。なるほどね、うん、あ、っていう感じがね、非常にジャンプっぽい。確かに構造として見てしまえば、うん、何かその過去のことを乗り越えたんだなというような雰囲気は伝わるよね。そう。うん。まあでそれでいいのかなという感じは確かにしますな。で、多分、うん、みんな気にしない。うん。これでいいと思う。これでいいと思うけど、僕は not for me だ。そうか。うん。もっと言うとね。もっと言うと。うん、次の話で、はい、まず3人で行くのがありえない。なぜ楽しいじゃない、みんなでいた方が。いやいや、3人ってそんな2階の状況に3人ですかって話じゃないですか。あ、もっと人数を用意して当たり前じゃないですか。そうだね。で、敵増えてんのに彼らはお互い向かって話をしている、はい、周囲に警戒してない。予定が足りないとかでは済まされない。いや、そういうのね、まあ、ちょこちょこ情報入れてすごいカバーしてるのはわかるんですけど、うん、でもこれは作劇場の理由でしょう。3人にしたのは。そうだね。うん。ここら辺もね、ジャンプっぽい。あ、そうだね、リアリティよりも物語の面白さとかを取って、はい、で、そこのリアリティでついていけない読者はもう切り捨ててる。うん、なるほど。正解だと思う。そうだね。でも俺には無理。僕はやっぱライトな一般層にこのダンジョンというね、ダンジョン探検モンスター退治というもののね、そのそこの部分の要素をライトなユーザーに味わわせるということにおいてはやはり成功していると思っていますけれども、いやだからコアな層にね成功してると思いますよ。こういうことになるわけだね。面白いけど全然違う話になるよね。その公務員の良さを生かしてさ、人海戦術でさ作戦と、そうなんだよ。ここのプランとね、オフェンスをしっかりし、そう。じゃあ行くかってなった時に、危険となったら即撤退。最後に出てきたさ、悪い人もさ、何考えてるか分かんないじゃん。何のために公務員を連れて行ったのかとか、ああいう態度取って、なんか、後の始末はどうするのとか、そういうとこが全然想像できない。でも、じゃあ、表面しっかり根も被って、綺麗にことを進めるような、漫画にすると別の漫画になるんで、ね、だから正解なんすよ。で、こういうのが描ける人の方が絶対売れると俺は、今、ファンタジー漫画ジャンプでやってる、はい、ブラッククローバーを読んで、思った。うん。これが大事だと。大事。キャラ可愛いんだもん、そこだよ。論理を感情ですよ。なんかハンマーでね、殴ったりするシーンとかすごい気持ちいいんで、うんうん、だからそういうね、大事なところは、本当ね、よくできてて、ジャンプらしいな、っていう感じですね。こういう話聞いて、ちゃんと、加藤先生って思うこと全部言ってもらわなきゃダメだね、やっぱね。いや、だって作戦なんだもん、これ。そういうことだよね。何を取捨選択して。そうなんですよ。はい。あのね、これね、これどうかなと思うのが、表紙とかね、可愛い。これ女の子にしか見えない。大丈夫これ。だからいいんでしょ。マジで？俺これさ、見てさ、キュンと来て買って、男じゃんってなってさ、怒んないこれみんな大丈夫？キュンと来て。それはみんな喜ぶポイントですよ。なんかその初太来たみたいな中性的な感じがいい。そうだと。そっか、新しい性癖を開発するんだね。狙ってるって狙ってるのか。じゃあしょうがねえな。全然違うところだから、鏡先生の狙ってるところ全然違うところでやってんだよね、もうね。面白いね。同じダンジョンをね、探検する話を書いた人同士って面白いね。考えてることが全然違う。うん、俺ね、ダンジョンで、うん、なんか、うん、岩とか転がってくるじゃないですか。あれ誰が再セットしてんのとか。
そういうことも考えちゃうんですよね。そんな最初の一人だけ防げたらいいみたいな設計しなくないとか。そうだね。永続的にそれを防いでください。そう。すげえ面白いけど、それを聞いた後もう一回読みたくなりますね。ちゃんとそういうね仕掛けが考えられている作品もいいよね。確かに。でもそんなこと言ってたらね、なんか漫画らしい絵描いてるんだね。作りにくいからね。はい。後藤先生いかがですか。いやもうだからもう本当もう言ってた通りライトに作ってキャラ可愛くてギャラにもえる。やっぱギャラもえなんだよな。この女の子とかもすごい可愛いもんね。うん、ちょっとね友達できて嬉しくなっちゃってにやけちゃう。このねなんかお父さんのっていうこのキャラ付けもほんとジャンプらしいですよね。すごいシンプルに一点突破立ててきますよね。ちょっとジャンプに偏見持ちすぎかな。ちょっといいですか。はい、これはジャンプの約束を外してるのが面白い。ジャンプ好き読者に対して熱いキャラ、要は主人公が中性的なビジュアルだったりするのも熱いポイントをずらしてる。で、目線キャラクターを先輩にしてるのも、いや、熱さを消すためですよね。なるほどなるほど。そうだね、目線キャラがね、こっちの先輩であるっていうのは確かに新しい見せ方だよね。お父さん、目標、ヒロインの目標がお父さんってなってるのを主人公にしたくなかったなと思うんですよね。はいはい、なるほどね。要素を入れ込みつつちょっとずらしてるんだね。うん、ですね、確かに。ストレスコントロールもやっぱ上手かったですよね。あの主人公が危険なとこに入ろうとしてる時に、まあ行くって言うなら止めないけどみたいな感じで、あのこれで主人公が無理やり行っちゃったら、ね、またねそこで圧力生まれるんで、ね、一応こう上長があの許可出したっていう手を取ることで、うまいね。うん、そうね、行動の意外性を出しつつも、まあ、読者にストレスを与えないっていう、そういう細かさはすごいよくできてますね。的な都合の良さは気持ちよさに逆につながるんだなっていうのはちょっと思いましたね。あ、なるほどね。気持ちよく読めました。はいはい。そんな感じにまとめると何ですか。まあ、これちょっと後藤先生任せますよ。まとめると、まあというですね、誰がすごいこだわりのあるほど魅力を感じている、ダンジョンというものとかね、魔物討伐とかですね、剣と魔法、そういうのにすごい強い惹かれるものがある人っていうのはいるってことは、そういうものにやっぱり強い魅力があると思うんですけど、うんね、それをしっかり濃くやりすぎるとみんなに受け入れられるんで、それをライトにね可愛く見せてくれるいい作品だったと思います。はい、ね、その魅力のいいところを入っていると思いました。はい、はい、あとじゃあ告知的なことを、はいはい、11月の3日に、うん、漫画家向けのビジネススキル講座っていうね、去年もやったんですけど今年ももう一回やろうと思いまして、はい、去年の復習に引き続き、うん、あの最近の企業案件とか、うん、そういった最新情報をですね、はい、お届けしていくですので、あの企業さん相手に仕事をしている漫画家さんとか、もしくは今からあの、まあ、連載とかね、商業誌の連載以外でもあの広告漫画とかそういう仕事もやっていきたいなっていう人とかは、うん、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。はい、了解いたしました。あとあのね、個人的な告知していい？どうぞどうぞ。10月21日に、東北公益文化大学というところで、文化祭の講演をやります。すごい。文化祭の講演だ。はい。どんな話が聞けるんだろう。今のところ、就活0秒で生きていくとか、そういう感情タイトルを考えてます。就活0秒で生きていくんだ。そうだよね。確かに僕も就活0秒だ。俺も0秒なんで。なんとかなるじゃないかなっていうね。なんとかなるってことを何いっぱいの人に言って大丈夫？日本は大丈夫？わかんないけど。でもなんかね、就活ですごい、ね、嫌な気持ちになってる人にはね、確かにいい情報が、ねね、あるんじゃないかな。いろんな価値観があるんだよってことでございますね。はい、じゃあそんな感じで、画面右下に登録ボタンがあるのでぜひお願いします。お願いします。スマホの場合は下にあります。じゃあ以上です。はい、はい、じゃあまた来週。